ダークは2017年から放送されているドイツのテレビドラマシリーズ。ドイツの街で起こった子供の失踪事件をきっかけに4つの家族の秘密が暴かれるミステリードラマ。制作、脚本はバランボー,オーダー、ヤンチェ・フリーゼが務める。2017年12月1日に第1シーズンがネットフリックスから全世界へ配信され、2020年6月27日に 最終となる第3シーズンが配信され完結した。2019年、ドイツの小さな田舎町ウィーンデンで子供の連続失踪事件が起こる。似たような事件が33年前の1986年にも起こっており、町の人々は事件の真相に迫っていく。そこには4つの家族の何世代にもわたる秘密が隠されていた。 上段からヨナス・カーアンバルト役のルイス・ホフマン、アンドレアス・ピーチュマン、イネス・カーアンバルト役のアネラティ・イコール・ポレ。上段からウルリッヒ・ニール戦役のオリバー・マスッチ、ピンフリート・グラセラー、カタリーナ・ニール戦役のヨルディ・ストリーベル、アグネス・ニール戦役のアンチュトラウェ。上段からフランシスカ・ドップラー役のジーナ・アリス、スティー・ビッツ、エリザネート・ドップラー役のサンドラ・ボークマン。 ベータ・ドップラー役のシュテファン・カンプビルト、エゴン・ティーデマン役のゼバスティアン・フールク、上段から、アダム役のディートリヒ・ホリンダー・ボイマー、クラウゼン役のシルベスター・グロート。シーズン1終了時の家け図第1、シーズン終了時点で判明しているドップラー、ニール・セン、コンウォルド、ティットマンの家け図シーズン2終了時の家け図、第2シーズン終了時点で判明しているドップラー、ニール・セン、 コンウォルド、ティットマンの家系図物語完結時の、家系図物語完結時のヨナスの世界の、家系図家系の円環解説図物語完結時の、円環する家系のループ解説図、ヨナスの移動の、記録物語完結時までのヨナスの動きを追った、解説図。各シーズン前は一斉配信2016年2月、ネットフリックスは本作の制作を発注した。 10月18日にベルリンとその周辺で撮影が始まり2017年3月に終了した。本作はネットフリックスオリジナルシリーズとしては初のドイツ語の作品となった。第2シーズンの撮影は2018年6月から始まりベルリンでロケが行われた。第3シーズンの撮影は2019年5月に始まり2019年12月に終了した。 本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは、批評集積サイトのロッテ点トマト図に44件のレビューがあり、批評家支持率は89%、平均点は10点満点で7.14点となっている。また、メタクレティックには14件のレビューがあり、過重平均値は67、100となっている。第2シーズンは、 6点トマトずに29件のレビューがあり、批評価支持率は100%、平均点は10点満点で8.07点となっている。また、メタクレティックには4件のレビューがあり、過重平均値は84、100となっている。ありがとうございます。